小野氏。かつて播磨の国大辺荘と呼ばれたこの地に浄土寺があります。境内の西にある国宝浄土堂。鎌倉時代初めに建てられた18メートル四方のお堂です。中央に安置される国宝阿弥陀三尊像。ここには極楽浄土からやってきた阿弥陀の姿が再現されています。浄土堂は光の空間です。太陽が西に傾く頃、堂の西側の人見戸が開かれます。光は堂内に差し込み、背後から仏を包みます。光を受け輝く阿弥陀如来。極楽浄土に住む阿弥陀が人々を迎えに地上に舞い降りてきた様を表しています。阿弥陀の来迎です。この光の浄土堂を建てたのは長元という一人の僧侶でした。浄土堂は仏と一体となり阿弥陀の来迎の空間を作っています。長元は仏を取り巻く柱や梁の構造がそのまま幾何学的なデザインとして生かされるよう、他に何も堂内に飾ろうとしませんでした。浄土堂は大仏様と呼ばれる鎌倉時代を代表する建築様式でできています。これも長元が宋から持ち込んだものです。例えば浄土堂には天井がありません。柱はまっすぐに伸び、屋根を直接支えています。お堂の一番高い位置にまで阿弥陀の光背が伸びています。
大仏様では柱をくり抜き、梁がそのまま差し込まれています。柱から放射状に伸びるいくつもの梁、その空間の構成は力強く豪快です。梁には白く線が彫られています。胴全体を支える太い梁の圧迫感を和らげます。朱と白に塗られた一本一本の木が光を受けた時、阿弥陀来迎の空間が現れるのです。浄土寺に伝わるもう一体の阿弥陀如来像、長元が快慶に彫らせた高さ 2.6 メートルの仏像です。法会の時、お堂から出され、人々と共に境内を巡ります。阿弥陀如来の後ろを菩薩の面をつけた列が続きます。阿弥陀来迎を演じる法会、迎え香です。大辺省の人々はその阿弥陀と菩薩と共に練り歩きました。繰り返し繰り返し、南無阿弥陀仏と念仏を唱えながら、そして迎え香の列は浄土堂に入ります。人々はそこで光に包まれた阿弥陀来迎の姿を見たのです。南無阿弥陀仏座禅宗。自ら南無阿弥陀仏と名乗った長元が晩年、その行いすべてを書き残した人生の集大成がこの3メートルもの巻物です。そこには東大寺の文字が見えます。念願の再建は1203年に果たされました。そして浄土堂、善をなすことで自らの極楽往生を求めた長元は86歳でその生涯を閉じます。夕日の彼方には極楽浄土がある。長元にとって夕日はとても尊いものでした。その夕日がまさに差し込む時、浄土堂は最も荘厳な時を迎えます。輝く入り日、
仏はその残照をまとい、ゆっくりと暮れてゆきます。仏は心の中に静かに